はいどうもはるかです。本日はマウスコンピューターさんのパソコンで今買うならどれがおすすめかということで、ご紹介の方していきたいと思います。このチャンネルではパソコン、カメラ、ガジェット類をレビューしておりますので、よかったらチャンネル登録と高評価の方していってください。はい、じゃあまずマウスコンピューターさんについてなんですけども、この動画にねたどり着いておられる方は予備知識とかでご存知かもしれないんですけれども、マウスコンピューターさんは、長野県飯山市の方でね、国内生産をされている BTO 受注生産の、パソコンメーカーさんになります。国内生産ということもあって品質的なところで一定以上の、ね、水準を持って安心して使えるっていうところと、またねアフターサービスも非常に優れていて、24時間365日の電話サポートがついていたりとか、修理の方もね72時間受付してから72時間以内に修理して返却しますっていうようなねスピード対応をしてくれるような非常に親切なメーカーさんになっております。じゃあね、なんでお前がそのマウスコンピューターさんのパソコンを紹介するんだっていう話なんですけれども、自分自身もねパソコンを他社さんも含めねいろんなメーカーさんのパソコンをもう何百台とねレビューさせてもらってきて、マウスコンピューターさんに関してもね当然一通りのパソコンは触らせていただいてレビューもさせていただいているんですよ。でね、本社工場の方にお邪魔して製造工程見させてもらったりとか、サポートセンターでねどういった取り組みをしてどういったスピード感を持って返却しているのかとかをね結構見学させてもらったりなんかもしたんですね。でそういった取り組みもあって一部ね僕の運営しているハルフレっていうサイトがあるんですけども、そちらの、サイトを経由してでしか買えない、コラボレーションモデルであったりね限定モデルであったりとか、うちのサイトを経由してもらった方だけに提供できるクーポンなんかもね提供していた時期があったんですよ。なのでね内部のいろんな事情を、そこそこ知りながらも、他のねメーカーさんいろんなメーカーさんとも比較もできるし、客観的な意見も言える自由な立場にあるので結構ねその辺信用してもらっていいのかなというふうに思っております。で、今回ピックアップをしていく条件なんですけれども、もちろんマウスコンピューターさんの製品の中からご紹介します。で、僕のようにねブログとかを運営していて、資料ですねイラストであったりとか、画像編集であったりとか、こういった YouTube とかね動画を作ったりとかされているような一般ユーザーです。一般ユーザー向けの動画になります。なのでね常に100点の仕事してもらわないと困りますよっていうようなプロ目線の方とか、あと予算がね豊富にある方っていうのはちょっと一部除外させてもらおうかなと思ってます。僕自身がね友達に勧めるなら、どの辺かなっていうところでピックアップをしていってます。予算的にもね15万円から25万円あたりの、スタンダードなラインって言ったらいいんですかね、標準的なラインの非常にコストパフォーマンスに優れているモデルを紹介していきたいと思っています。はい、今ねやっぱりマウスコンピューターでデスクトップパソコンを買おうと思ったらこのネクストギアっていうブランドはね外せないと思います。このネクストギアの特徴としては G-Tune とかそういったモデルと違って、直販、オンラインと直営店限定での取り扱いっていうことになっています。あと CPU がですね Ryzen CPU ですね、 AMD の Ryzen CPU を採用することで、コストパフォーマンスをね、高めている、そんな、モデルになっています。この動画作ってる時点で一番安いモデルっていうのをチェックしてみたんですけれども、一番安いモデルで119,900円ということで12万円を切っている、そんなデスクトップパソコンが存在するんですよ。GPU がね GeForce RTX 3050なのでかなりなんていうのかなエントリー向けの構成にはなってるんですけれども、それでもね GPU が搭載されているゲーミングパソコンがこの価格でしかも国産でっていうところを考えるとリーズナブルなんじゃないかなというふうに思います。
そんなネクストギアもね、今1周年記念ということでキャンペーンを開催していまして、1周年とはね思えないぐらいの爆発力があったかと思うんですけれども、まあ、僕もね近所でこのネクストギアのね空箱が捨てられていて、身近にねネクストギアの購入者がいるなっていうところを感じて、まあ嬉しかったりもしたんですけれども、それぐらいね多くの人に広まっているそんなブランドになったんじゃないかなと思っています。あとはこのホワイトモデルがね用意されているっていうのが非常にまあ嬉しいところでもありまして、やっぱ見た目にもこだわりたいとかね、まあ LED も光らせてデスクをホワイトで統一させたいみたいな感じのねユーザーさん結構いらっしゃると思うんですけれども、そういったこだわり派にもね選びやすいそんなモデルが用意されていたりもします。でまあネクストギアね12万円ぐらいから販売されているっていうことなんですけれども、個人的に一押しなのはRyzen7 5700X を搭載した、モデルになります。で GPU の方が RTX4060 とか 4060Ti あたりを選んでおけば16万円とか17万円台ぐらいで購入できるので、まあ性能とねある程度まあ CPU 性能とかっていうのをまあバランスよくね、得られるっていうそんな、形になるんじゃないかなと思います。僕もですねこの Ryzen7 5700X を使って、まあ、夏前ぐらいにね自作パソコンっていうのを作ったんですけれども、やっぱ性能的にね全然今でも普通に使えますし、あとまあなんていうんですかね、動画の配信したいとか動画編集したいみたいな感じになっても全然使えますし、やっぱりね下位モデルに採用されている Ryzen5 4500だとちょっと性能的に物足りないなっていうところもあるので、やっぱりこのあたりをね選んでおくと安心なんじゃないかなというふうに思っています。はい、続いて紹介するのがDIVE R6 シリーズになります。これはね高性能なノートパソコンを検討されている方、まあ一旦ちょっとね見ていってほしいモデルになっています。 CPU は Core i7 の 13650HX、 GPU は GeForce の RTX4060 ということで、この辺まではね結構普通で、まあ20万円を超えているので高いじゃないかって思うかもしれないんですけれども、このモデルですねちょっと普通じゃないんですよ。こちらモニターが WQXGA 解像度ということで、フル HD に比べて広い作業領域と、あと緻密なね表現が結構可能ということで、まあ、作業性もね抜群にいいノートパソコンになっています。しかもですね DCI-P3100% の色域をカバーしているということで、まあ、動画編集とかねそういった用途にも使えますし、あとまあゲーミングですね、240Hz のリフレッシュレートにも対応しているので、まあ、ゲームもクリエイトも両方こなせるといったような、モデルになっております。さらにノートパソコンのね一番の弱点と言ってもいいものは何でしょう。そう、熱です。その熱対策に対しても非常にね優れた性能を誇っていて、なんとですね3つの冷却ファンを搭載しているんです。まあ、瞬間的な冷却性能っていう意味でももちろんそうなんですけれども、やっぱりゲームとかクリエイト作業って長時間作業することが多いじゃないですか。そういう時に熱でやっぱり本格的にどんどん作業を進めていった時にだんだん性能が下がっていくってやっぱ困るんですよね。そういった困った状態に陥りにくいっていうのがこのDIVE R6 のね、素晴らしいポイントだったりするので、まあ、ぜひね、検討をしていただければというふうに思います。このDIVE R6 シリーズと言った通りですね、下位モデル上位モデルっていうのが存在してまして、下位モデルであれば RTX4050 ですね、ライトな作業に向いたそんな、モデルがあります。そしてまあ上位モデルですね、 Core i9、それから RTX4070 をね採用した、まあ、ハイパフォーマンスを誇るモデルっていうのも用意されていますんで、例えばね現場に出て、まあ、高負荷な作業をするようなクリエイターの方とかね選ばれてもいいんじゃないかなというふうに思います。で高性能な分だけねちょっとお値段もするので、メーカー公式サイトではね期間限定セールだったりこういうサプライズキャンペーンみたいなのでお得に購入できるようなね、特典用意している場合もありますし、僕のね、サイトであったりこうした YouTube であったりで、紹介の方もしていきますんで、よかったらその辺もね合わせてチェックしてもらえればというふうに思います。はい、続いて紹介するのがマウス K5 シリーズです。これは一般向けモデルマウスブランドの中では一番高性能なノートパソコンと言ってもいいんじゃないでしょうか。もうこれはね本当に人気があるモデルで、まあ、セールにかかったらね完売してしまったなんてこともあるような超がつくほどね人気のあるシリーズではあるんですけれども、
まあ、ゲーミングとかねクリエイター向けほどの高性能はいらないけれども、まあ、ちょっとね性能は確保しておきたいよっていうような、まあ、一般ユーザーに向けたようなモデルです。最近やっぱりですねテレワークでお仕事される方が増えていたりとか、まあ、画像編集であったりね短めの動画編集っていうのをされる方も非常に増えてますんで、こういったモデルが、まあ、かなり需要を高めているっていうところですね。でパーツ構成の方なんですけれども CPU が Core i7-12650H、 それから GPU が GeForce の RTX2050 ということでね、確かにまあ最新でもないですし、まあ、ちょっと旧世代のパーツにはなるんですけれども、その分ねお値段もまあ抑えられていますし、結構ね人気モデルっていうこともあって頻繁にセールにかかるので、まああの希望のね、値段であったり、まああとメモリ構成がまあアップしてたりっていうこともあるので、そういったところをね狙いやすいモデルだったりもするのかなというふうに思います。まあ、ライトユーザーの方であったり、まあ、初心者の方、初めての1台にまあおすすめできるようなそんなモデルになっているのがこのマウス K5 です。続いて紹介するのが G-Tune P5 シリーズですね。これは G-Tune ブランドで唯一のホワイトカラーっていうのを採用した白いゲーミングノートパソコンになります。パーツ構成見てみると CPU が Core i7-13620H で、 GPU の方が GeForce RTX4060 ということで、パネルの方もね 15.6 型フル HD144Hz リフレッシュレート対応ということで、超がつくほどのねドストレートなゲーミングノートパソコンっていう感じですね。ちょうどまあ Dive R6 とあとマウス K5 ね、先に紹介したモデルがあるんですが、それの間を埋めるようなモデルと言ってもいいんじゃないでしょうか。性能がね高すぎず低すぎずというところで、まあ、ゲーミングノートパソコン欲しいなって考えてる人からしたら結構ねちょうどいい、そんな存在になるんじゃないかなと思っております。価格の方が199,800円ということで、まあちょっと気持ち高いかなっていう気はしないでもないんですけれども、マウスコンピュータさん基本的に3年間のまあ修理保証がついていたり、まあ、24時間365日のね電話サポート受付みたいなこともやってくれるんでね、かなり手厚いまあサポート力っていうには定評がありますんで、まあ、その辺含めるとね、まあまあこんぐらいしても仕方ないのかなっていうところな気はします。最新ゲームもね結構快適に動作させられるスペックは持っていますし、まあ、ほとんどの人がね、まあ、ゲーミングモデル、ゲーミングノートパソコン欲しいって考えてる人はこの辺でねスペック足りると思うんですよ。まあ、結構ねこの性能でもマルチタスクに使えたりとか、まあ、ゲームの実況配信とかねそのあたりにも対応できるようなスペック持っていますんでね、結構まあカジュアルに、まあ、楽しく、ゲーミングノートパソコン使いたいよみたいな人にはかなりおすすめの1台になっております。はい、ということでね、マウスコンピューターさんの中でのおすすめのパソコンということで自分なりに紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。前回ですねこの動画と同様に、まあ、春ぐらいにねおすすめパソコンということで、まあ、紹介する動画作ったんですけれども、その時のねモデル結構ね早々に売り切れちゃったり、あとまあ販売が終了していったりっていうことがあったんですよね。定番モデルっていうのはねモデルチェンジしながらも、まあ、販売が継続していったりはするんですけれども、やっぱりねモデルチェンジっていうかモデルが終了してしまうモデルっていうのも結構あるので、検討してる方はねちょっとまあ決断を早めにしてもいいのかなというふうには思っています。僕のねハルフレっていうサイトでもマウスコンピューターさんに限らず、いろんなメーカーさんのねレビューであったり、お得なセール情報であったり、まあアウトレット情報であったり、そういったお得な情報をお届けしておりますんでね、概要欄に貼っておくので、そちらも合わせてチェックいただけると、嬉しいです。気になることとかあればねぜひぜひコメントもお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということでこの動画は以上にしたいと思います。この動画参考になったよ、良かったよという方は高評価とチャンネル登録の方していっていただけると非常に非常に喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。